アントニオ・バッシラッキは、イタリアの画家。ギリシャのミロス島で生まれた。幼い頃に、イタリアのベネツィアに移った。1572年に、画家のパオロ・ベロネーゼの弟子となった。1574年には、ベネツィアの南のリード・ディ・ベネツィアに、フランス王・アンリ3世を迎えるために建てられた、凱旋門を飾る絵を描いたとされるが、今は失われている。その後、 カリアリとトレビーゾの宮殿で働き、パドバでも働いた。この時期は、ベネツィア派を代表する画家、ティントレッドの影響で、キアロスクールの様式が見られる。1577年の火災で、ベネツィアのデュカーレ宮殿が被害を受けると、再建のために参加した画家の一人となり、主要な部屋の装飾画を描いた。アンドレアパラーディオの没後、また未完成であったサンジョルジョ・マジョーレ聖堂の、 改修に対しても貢献した。1586年にサン・マルツヤーレ教会の壁画を描き代表作の一つとなった。生涯に三度結婚した。最初の妻の連れ子のステファーノも画家となったが若くして没した。ありがとうございます。